ご視聴いただきありがとうございます。どうもこんにちは、新生です。今回なんですけども、木村拓哉さんと三代目 JSOULBROTHERS の、お二方、これ共通しているところがありまして、両方ともその人が着ればめちゃめちゃ転売価格が上がって、しかも同じようなスタイルが街に溢れかえるみたいな現象ありましたよね。まあ最近だと、まあ、三代目っぽい、格好の方が多かったんですけど、まあ最近ちょっと、減ってきたなという印象でもありますけど、まあ、腐敗神話的なところは落ち着いてきてるのが現状あるかなと思うんですが、ただお互い流行を作ってきた、方々ではあるんですけど、ブランドに与えてる影響ってそれぞれ違うなっていう印象があるんです。まあ、簡単に言うと、木村拓哉さんが着用されていた、例えばナンバーナイン、当時のナンバーナインであったりとか、テンダーロインなんかは全然値下がりもしてないですし、今も、高騰しているところでもあると思います。なんなら木村拓哉さんは未だに、たまにですけど着用したら上がるっていうことがあるんですが、対して3代目の方々が着ていた、例えばベトモンとかバレンシアガ当時のものなんかは、まあ、一時期すごい上がったんですけど、今めちゃめちゃまあ安定してて、しかもなんなら結構落ちてるなっていう印象があるんです。何かこの両者には違うところがあるんじゃないかなっていうふうに感じました。でただここで疑問に思われた方もいらっしゃると思うんです。例えばバレンシアガって実際今でも結構街中で見るし、財布も結構使ってる人多いよねみたいな、意見の方もいらっしゃると思うんですけど、僕が今回、お話しするこのブランド価値を下げるっていうテーマでお話ししたいんですけど、ブランド価値を下げるイコール、売れてないっていう概念ではないんですよね。まあ、売上だけを見ればバレンシアガはそこまで落ちているわけでもないですし、なんなら今でも、まあ、若者の憧れのブランドでもあるのかなと思うので、まあ、あの売上だけで考えるとブランド価値は下がってないと思います。どういったところでブランド価値を下げているって定義するのかっていうところなんですけど、例えばそのブランドを買う、人たちはどういった層なのか、大人の人が買うようなブランドなのか、ちゃんとブランドの資金を保っているのか、ところこの3点を、重要視して僕はお話ししていきたいなと思うんですけど、それをしっかりできているのであれば、ブランド価値を僕は高めているんじゃないかなと思っています。例えばですけど、エルメスって代表的なので言うとバーキンがありますけど、あれはかなり需要がありますけども、だけどもあえて出してないですよね。そういったところがあるので、その大量生産をしない理由の一つが、まあ、ある意味ブランド価値を高める理由の一つでも挙げられるので、だから利益だけで考えるものではないのかなと僕は思っています。なのでそこを頭の片隅に入れていただきつつ、今回のお話を、最後まで聞いていただければと思います。実際にね、ファッション雑誌に僕働いていた経験があるのでわかるんですけど、業界の人はかなり、正直言いますけど、三代目ファッションっていうのは結構敬遠しがちなんですよ。そこはあまり通らない方々が多いんですけども、それはなぜなのか、ちょっと一緒に考えていこうと思います。それではぜひとも最後までご視聴いただけますと幸いです。それではよろしくお願いします。はい、ということで今回なんですけども、僕だけがね、こう一人で、自分だけの意見でこう喋るよりは、女性の意見も、あっても面白いのかなと思うので、今回もアリーちゃんにお願いしたいと思います。お願いします。まず先に言っておきたいんですけど、僕は3代目のアンチなわけではなくてですね、逆に木村拓哉さんの大ファンなわけでもないんですよね。まあ、客観的に見て実際そう思ったところが結構あるので、まあなぜなのかっていうところを、まず解説していこうかなと思います。先にね、最終的な結論を、お話ししたいんですけど、ファッションっていうのは自由ではあると思うので、まあ、今回3代目ファッションをこう悪く言ってますけど、まあ、最終的には、まあ、こういった意見もあるけど、じゃあ、皆さんどう感じるのっていう、その感じたところが、大事かなと思うので、決して僕が言ってることは正解じゃないと思いますし、本当に正解が何かなんてのは分からないので、まあ、自分を、信じて自分が好きなファッションをすればいいと思います。で、加えてこれも言っておきたいんですけど、先に正直ね、別に3代目の人がじゃあ悪いのかっていうと、悪いわけではないと思うんですよね。なので、まあ、それがどういったところなのかっていうところも、後々ちょっとお話ししていければと思うんですけど、まあ、それもちょっと頭の片隅に入れていただきつつ、ちょっとお話ししていこうと思います。で、今回で言うと3代目の方々は、まあ、結論から言うと、例えばですけど、バレンシアガのブランド価値っていうのはかなり下げている印象があります。これまでバレンシアガっていうのは全然買うことがなかっただろうなっていう若い人たちも結構店舗に来るようになったんですよね。3代目ファッションが流行ってから。例えば、まあ、今でも
かぶってるのは例えばキャッチとかの人たちも、まあ、実際ちょっと三代目好きそうな方々じゃないですか。だからそこの憧れもあるのかわからない、まあ結構偏見も入ってるんで申し訳ないんですけど、そういったところがあるし、あと財布とかもね、結構買ってる人いますけど、まあどうなんでしょう、若い人たちが来るのは悪いことではないんだけど、一方でちょっとブランド価値を下げているっていう側面もあるんじゃないかなとは僕は、ちょっと懸念しているところなんですけど、結局ね、若い人たちが来るとどうなるかっていうと、売り上げが仮に上がったとしても大人の人たちって若い人と被りたくないんですよね。でなぜかっていうと、結局ハイブランドって、まあ、最終的には見えてもあるかなというか、権力の誇示でもあるのかなと思うので、お金を持っている大半の大人の人たちって別にそんな若い人たちと被りたくはないと思うんですよね。なんかバレンシアガ自体がそもそも若い人のブランドだと思ってるの、私の世代は。けど実際3代目ファッションが流行った時って、ちょうどバレンシアガのデザイナーが変わったぐらいの時期なんです。僕が大好きなバレンシアガはゲスキエレっていう人がいたりとか、アレキサンダー・ワンとかっていうデザイナーが歴任されてたんですけど、ストリート系のアイテムは一切なかった、基本的には。だからあんなパーカーオーバーサイズで出したりとか、なんか文字面白い感じでなんかパロったりとか、そういうのは全然なかったんですよ。だから僕のバレンシアガのイメージとしては、まあ、がっつりモードブランド、スーツとか。20歳も離れてるとそうなってくる。何歳よ、犯罪じゃないですかっていうぐらい結構変わったんですよね、バレンシアガ自体。だから一概に3代目の今ファンの人たちに向けて強く言っちゃってるけど、その人たちのせいだって言ってるけど、一概にその人たちのせいだだけではなくて、時代がマッチしちゃったんじゃないかなっていうところもあって、バレンシアガも自らブランド価値を下げようとしてたっていうところがあるんで、若い女の子のイメージとしてはバレンシアガっていうのはやっぱりストリートブランドの印象が多分あると思うんですよ。でも着てる人が着てる服っていうイメージだった、私の中では。あ、むしろね、うん、でもそんなに簡単に買える値段でもないから、なんかやっぱそれを持ってる人はちょっと上、ちょっと上みたいな。ああ、なるほどね。あのバッグ持ちたいとか女性だったら憧れるんですよ。いわゆるハイブランド、ルイ・ヴィトンのバッグ持ちたいとか憧れあるでしょ、大体の人。エルメスのバッグ持ちたいとか、はい、よくお聞きします。そういったラインと一緒だったんですよ、バレンシアガのイメージ。一新したからここは変わったなと思うんですけど、まあ、必然的にその大人たちは買わなくなってきて、まあ買ってる人もいるんですけど、センスのいい大人の人たちはあんま買ってないなっていう印象があります。なのでまあいろんな理由があると思うんですけど、ちょっと長くなっちゃいましたけど、今回は理由を大きく分けて4つお話ししていきたいと思います。はい、ということで、今回ですね、木村拓哉さん、3代目 JSOULBROTHERS さんで、ブランド価値を上げているのと下げている、これはどういった違いがあるのか、まず一つ目ですね、流行り方の違いっていうところがあると思います。例えば木村拓哉さんが流行った時って SNS がなかった時代なので、みんなね、例えば雑誌見たりとか真似するしかなかったんですよね。ただ3代目ぐらいになってくると、SNS が普及していて、インスタとかあるのであっという間に広がるじゃないですか。だからみんなね、すぐにそのスタイルを真似し始めて大量生産しちゃったわけですね。だから流行り方が爆発的に違ったので、まあ、そういったところも背景にあって、逆にバレンシアガとかベトモンとか3代目ファッションが流行りすぎたっていうところが一つ違いとしてあるかなと思って、結果的にその前の動画でも言いましたけど、流行りすぎちゃうとダサく見えちゃうんですよ。やっぱりね、流行りすぎるイコール最先端っていう考え方もできるんですけど、ただ逆の発想をすると、流行りすぎているイコールみんな同じような格好をしてるので、いくら高い服着たって大量生産は大量生産なわけですよ。だから大量生産ファッションってダサいよねっていう風にどうしてもなっちゃうんですよね。だからそういったところはあるかなと思うんですけど、ね、そのキムタク何回か多分ブームがあったよね。そうだね、なんか私小学生の頃キムタク好きだった記憶があるから、多分なんか流行ってたんだよね。あ、木村拓哉さんもインスタを最近始めたんだけど、今までやってなかったからちょっと不思議な存在的なところもあったし、3代目の方がなんか友達感覚というか周りには絶対いるよね。身近な感じがね。そう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 、そこがやっぱ違いとしてあるんじゃない。
ずっと憧れるからこそ、あの永遠にこう突き詰めたくなるし、もっとファッション頑張ろうって思えると思うんですけど。確かに、なんか街中でさ、もし3代目いたらちょっと話しかけれるかなと思ったけど、キムタクいても写真撮ってくださいとか言えない。言えない言えない。自分とは違う世界に生きてる人感がいいのか。ああ、まあそれはあるかもね。全然3代目のがなんか一般人って言ってるわけじゃないんだけど、うん、まあ比較しちゃうとってことだよね、うんうん、なので、まあそういった、違いはあるんじゃないかなと思います。で、2つ目なんですけど、2つ目はファンのジャンルっていうところが違いとしてあるかなと思ってまして、木村拓哉さんが憧れる人って結構幅広いと思うんですよ。全盛期の時、多分僕子供の時だったと思うんですけど、その時ですら、僕が子供の時ですら憧れてるし、あの抱かれたい男ランキング1位に常にランクインされていたし、ヤなんかもすごく憧れていたし、そんだけでも幅広いじゃないですか。3代目の方のファッションをじゃあ50代60代の人がやるかっていうと、まあ、インスタを見る限りいますけど、たまにね、まあ、ただ確実に少数であるのは確かなって、そういった方がね、基本的にはやっぱり真似しにくいと思うんですよ。イケイケだしね、今まで大人が着るようなファッションでは決してないんじゃないかなって。若者が楽しむファッションだね。僕今石川県に住んでるんですけど、こう金沢はやっぱりちょっと栄えてますけど、いまだにね、3代目ファッションの方々いらっしゃるんですよ。チアがキャップかぶったり、トリプルエースのスニーカー履いたり、オフホワイト履いたりとかよくいますけど、別にね、そのファッション悪いとは別に言ってるわけで、まあ守りすぎないでおく自分を、まあ僕はダサいと思ってるんですけどただなんていうんですかね、そういった方々って、あ、これめっちゃ偏見になるんですけど、結構オラオラしてるんですよ。みんな張り上げてたりとか、ヒサロ通ってんですかみたいな感じであったりとか、あとはキャッチでそういう方々多い、片町っていうと飲み屋繁華街があるんですけど、そこら辺のキャッチは結構大体3代目ファッションしてるし、だからそういったそのファンのあの層っていうところが正直ね、あまり品欲がないなっていうのがあるんですよ。結構3代目好きな人ってヤンキーが多いイメージも実際あるし、女子に受けるファッションではあるのよ、事実。まあ事実ね、あ、そうなんです。そこもまた難しくて、けど、はい、これは言いときたいんですけど、決して女子受けするファッションがおしゃれなのかっていうと僕は違うと思うんですよ。蓋を開けてみると、私の友達たちの彼氏たちはわりかし3代目ファッションだよ。作るためにやっぱ一歩3代目に寄るっていうのは女子には受けるんだよ。オーバーサイズのパーカーとか、まあまあまあ時代が流行りがそうだからね。そうそう、今の若い女子にはあれがかっこよく見えてるんだよね。いやー、けど嫌だな。モテるのはわかるよ、あのああいう服着てりゃ、うん、それはモテるわと思うし、男女兼用できるし、僕は絶対にやりません。3つ目はジャンルの違いっていうところがあるんですけど、木村拓哉さんが影響を与えてた服装の例えば写真とか見ると、やっぱりね、ドラマの時とか、まあ、私生活ちょっとパパ立ちしましたとか、まあ、いろいろありますけど、基本的にね、あのそういうね、カジュアルな時なんですよ。カジュアルシーンの時に限定されてまして、じゃあライブの時の服装をパクるかっていうと実は違うんですよ。ジャニーズのライブのファッションもかなり奇抜なんですけど、別にそれを真似したいって思う人いないと思うんですよ。ザ・ライブの衣装って感じだと思うんですけど、3代目さんに至ってはかなりね、そのライブの時の衣装を真似しがち、みんな。だからそこが違うんだよね。あの僕的には3代目ファッションはライブのファッションだっていうね、基本的には。ライブのファッションはライブの時に着てるから一番かっこいいわけであって、まあ、派手な格好をするのはね、ライブの時は当たり前じゃないですか。ジャニーズの時の、あのライブのファッションかなり派手やん。ジャニーズはもうレベチレベチレベチ、キラ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 。そうそう、だからライブってやっぱ目立ってなんぼやん、その人たちが主人公やから。それをね、あの外でやっちゃうのもどうなのみたいな。キムタクのファッションはドラマの中とかで着てることによって、この私たちの私生活に落とし込みやすいからこそ、そう、真似しやすいんだよね。はい、で、最後なんですけども、これね、アンティキに言いますけど、個人か集団かっていうことです。まあ、あの言葉通りなんですけど、木村拓哉さん個人、三代目系っていうのが三代目なんで。あれ何人いるかよくわかんないんですけど、何人かいますよね、うん、10人ぐらいいるんですか、何人いるの。いや私あんまり知らないの。例えばですけど、女子でいうと乃木坂みたいなファッションって結構大量生産型ファッション、うん、あの集団ファッション、うん、ある意味一つの地雷系というか、うん、それと似てんのかなって女子で例えるとね、うん、
ジャンルは違えど、そのカテゴリーとしては大枠としてはその集団っていうところで一緒じゃないですか、うん、男子の3代目が女子の乃木坂とかなんとか8系だとしたら、うん、キムタクは安室ちゃんとか、うん、そうそうそう、安室は結構昔流行りましたけど、やっぱりね、ブランド価値を下げてるわけではないし、そういうところは個人が結構大事なんじゃないかなって。でも新生くんを応援してくださってる皆さんは、はい、これを一人で見てるけど、ちょっと新生くんみたいな人の10人グループのファッション YouTuber だったらなんか最悪だなって思った。ああ、まあ確かにね、集団ファッションで僕は多分集団では生きれないタイプなんで、10人中7人もそろそろしてるみたいな。そしたら価値下がるやん。まあ確かに ね、そんなところはある。そういうことだよ。結局ね、ブランド価値ってのはみんなが着てると良くないんですよ。またその団体でね、アーティストでみんなで同じの着てるとあんま良くなくて、やっぱりみんな個性があった方が実際いいよねっていう。だからもしかしたらトサカファッションとかそういうぐらいのカテゴライズにしてくれた方がまだブランド価値を下げなかったんじゃないかなと思うんですけど、大くに3代目ファッションにしちゃったから意外とみんな同じファッションだから、私生活で。まあ統一性あっていいんだけど、もしかしたらファンから見たら違うのかもしれないけどね。あーそうだね、なんか実は毎回この人はこういう系統だと、ほら分かりやすく言うと嵐だと、うん、あの率先してタンクトップ着せられるのはショー君で、でもあるね、とかあの短パンを履かせられるのは誰、あ平成ジャンプなら短パンを履かせられるのは有岡大樹君で、ハットをかぶせられがちなのは高木優也君でとか、詳しい、あるから、それでやっぱ個性を守られてる部分があるの。ああなるほどね、だからジャニーズのブランディングはすごいってことですね。集団っていうところはかなり今回の挙げた中で一番実際ポイントとして挙げれるんじゃないかなと。ということでちょっと長くなっちゃいましたけど、いかがでしたでしょうか。まあ結構いろいろ話してきましたけど、自分が好きなの着りゃええじゃんっていう話です。結局ね、こんなに批判しましたけど、まあ一意見としてこういった意見はあるよっていうところは、知っていただけたらと思いますし、ファッションに正解はないというのをね思いました。ファッションは自由なのと思いますし、やっぱりね、その大量生産のファッションってのは良くないかなと思いますし、僕はあの3代目ファッションをしないのでしない方がいいんじゃないかなというのはありますけど、現実あのアリちゃん曰くキムタクファッションと、3代目ファッションどちらが、モテるかというと3代目ファッションなので、モテたい方は3代目ファッションの方がいいかと思います。でも20代に限るよ。あそう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 、あそうですね、それ言い忘れてましたけど、確かに多分ね、40代50代の方は特にそうですけど、やっぱキムタクファッションが好きだと思うんですよ、まあ、その世代だし。まあ私ぐらいの世代で、男の人に求めてるものが何かによるけど、ただただキラキラした心さを求めたら、ちょっと自分はそれ3代のファッションの目がいいからね。そうだね、はい、であの次回の動画では新生くんを3代目ファッションにしたいと思います。寒気が3代目ファッション、3代目今回めっちゃ批判しましたけど、僕ねあの小林さんはすげえかっこいいなと思うんですよ。あの人は逆に3代目ファッション似合わない。で幼児山本、僕が大好きなブランドありますけど、あそこモデルでコレクションランウェイで出たりとかしてて、結構モード寄りの体型と顔をしてるので、あの人は唯一いいかなと。あとは意外と今市くんもあのハイブランドを着こなせるんで。ということで、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価のよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。喋り方変じゃなかった。カエルみたいな喋り方してたよね。え？ワイワイって言ってたよ。最後の次。最後のどこだ。